久保さん。まあ、あの、YouTube を続けただけ以外もいっぱいありますけどね。いっぱいあるけども、まあ、基本 YouTube ですよね。基本 YouTube だと思います。まあ、あと、久保さんは Facebook もありますけど、まあ、とにかくね、いろいろ続けるってことですね。いろいろ。いろんなことを続けてみるっていうのが、大事かなと思いますね。 やっぱその0から1にするためにはうーん,なんだろうなまあ僕あの小僕ねすげえバカだったんですけど小学校の時のその区区ですよね初めて九九を習う時にあの1の段2の段3の段4の段その区の段まであるじゃないですか途方もないなみたいな 1, 1の段もあれば九の段まであるのか イン2が2とかね。22が4、23が6、33が9とかね。4520とかね。520。66みたいなね。これ全部、この9、9と9ですよね。九 ?9 でしょだから九と9のこのすごい膨大な数でね。これ全部覚えんのかみたいなね。 で、その、未だに覚えてるんですけど、その母ちゃんとお風呂入って、小2か小3だったと思うんですけど、なんか、母ちゃんと一緒に風呂入ってたような記憶があって、で、そこで一緒にククの段を、なんか、あのー、唱えてたような気がするんですよね。なんか風呂場にククの、なんかあの、張り紙があって、ずーっとなんか風呂入ってる時に、なんかインニが2とかね、ササンが9とかね、ずーっとやってたような気がします。 もしこれ、九九の段も、途中でやめたらね、覚えられますまあその天才でね、なんか一回この九と九のマス全部見てね、あ、これね、みたいな。一瞬で記憶できるんだったら別に続けるとかい,い,いらないと思いますけど。僕はすみません。僕の記憶が正しければ、ずっと続けて、その呪文を唱えてましたけどね。九九の段。うん。 あなたはククノさんどうやって覚えましたなんかちょっとやったら覚えられたんですかねすごいですね。僕はずっと続けない、続けてましたね。<laughs> だから要は、全く知識がない、わからない、でもそれを習得する、続けたんですよ。覚えるまで。覚えるまで続けたんですよ。<laughs> 単純に。で、じゃあビジネスも一緒ですよね。売り上げ上げるまで、上げ上がるまで続けるんですよ。一緒じゃないですか、プロセスは。 九九の段を覚えるまで続けた。ビジネスも結果が出るまで続けた。一緒じゃないですか。いってらっしゃい。